皆さんこんにちは、ヒロです。今日は子供のことについて話したいと思います。これはベトナムのレッドブルです。日本と比べると色もサイズも違いますね。日本のレッドブルってもっと長くて青色の缶に入っています。で、炭酸が入ってるんだけど、ベトナムのレッドブルはなんだろう、本当にジュースみたいな感じ。でもすごくきつくて、これ一本飲んじゃうとだいたい夜眠れないですでも僕は毎日好きなので飲んでますよ。じゃあいただきます。あ、ちなみにこれだいたい一本スーパーだと2円ぐらいかな。ムイニャンって言ったら日本だと50円ぐらいです。めっちゃ安いですね。で、日本のレッドブルって1本だいたい230円ぐらいします。ベトナムだったらナムチョプニャン5分の1ぐらい。めっちゃいいですね。乾杯。うまい。あ、おいしい。あ、そしたら今日は子供のことについて話したいと思います。ベトナムってすごく子供が多いですね。もうそこら中子供だらけ。びっくりしますよ、本当に。でも逆に日本では子供の数が少なくて、そこら中おじいちゃんおばあちゃんだらけ全然違いますね。正反対で、ベトナムの子供を見て思うのは、子育ての仕方が全然日本とは違うってことです。ベトナムは家族みんなで協力して子供を育てますね。でも日本ではお父さんお母さん、その小さい家族で頑張って子供を育てます。今日は僕の子供の時代の体験からベトナムの子育てと比較して何が違うのか話していきたいと思います。そうだな、ベトナムの子育てで一番有名なところはお父さんお母さんが大体全部準備することですね。でも逆に日本ではお父さんお母さんそこまで準備しないんです。例えば子供同士が喧嘩した時ですね、パン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 、普通だったらやめなさい、これの良くないよ、そんな感じで止めますね。もちろん日本でも止めるんだけど、子供同士が頑張って解決するのが一番大事なんですね。ベトナムではどうかな、多分お父さんお母さんが止めてパンパンパンで終わりかなそうだ、特に小学生の頃かな、僕が小学生の頃、お父さんとお母さんは毎月僕に500円をくれました。500円っていうのはベトナムだと大体もっちゃむ年かな、もっちゃむ年ぐらい。それでこのお金を使って貯めてもいいし、自分の好きなものを買ってもいいよ、だから頑張ってお金を管理してください、そんな風に教えてくれました。でも僕はすごくアホだったから、500円もらうとすぐにお菓子のお店に行ったんですね。で、全部使っちゃったお菓子が大好きだからで、いつも使った後にお父さん、お母さんにこう言うんですね。ヘッティンローイ、コンヘッティンローイ。今でも覚えてる。でもお父さん、お母さんもうくれないよ。ベトナムでは、どうかな。お父さん、お母さん、お金はくれますね。でも、例えば子供が欲しい時、いつも買ってあげる、そんな感じですね。日本では、学校も自分で選ぶことができます。僕が高校生になる時ですね、自分で高校を探して学校を見に行って勉強して選びました、受験しました。でもベトナムの場合、みんなじゃないけどほとんどはお父さんお母さんが学校を決めてここに行きなさい、そんな感じが多いと思います。特に高校生活ですね、これは全然違いますよ。ベトナムでは朝から夜までずっと勉強する人が多いと思います。
僕の知ってる人では朝学校に行って夕方まで勉強しますね。でご飯食べた後塾に行きます。やばいよね。塾行った後家に帰って寝るまで勉強するんですよ。1日12時間ぐらい。日本人だったらそんな勉強する人いないかな。いないと思う。僕の高校の生活はすごくひどかった本当にひどかった。僕高校生に入って最初にしたことがアルバイトなんですね。その時本当にお金なくて買いたいものが買えなかったからすぐアルバイト探したんですね。で最初にしたアルバイトがサンドイッチ屋さんのアルバイトです。サブウェイってみんな知ってるかな。そこで働きました。この最初にお金もらった時めっちゃ嬉しかったね。今まで1ヶ月500円とか1000円入っちゃう年ぐらいしかなかったのに、これからはもっとたくさんのお金が使えたんですね。自分の欲しいもの買ったり、もう毎日学校終わった後友達とすぐ遊びに行ったり、ものすごく自由でした。そうだな、日本ではやっぱり子供が何かをすることが一番大事かなと思います。でもベトナムでは子供が何かをするよりも将来のために今頑張る、そのためにお父さんお母さんの準備をしてあげるって感じですね。両方ともいいところと悪いところあると思います。でももしベトナムのやり方をやるんだったら、やっぱり子供が自分で何かを考えられる、自分で何かをしたいと思えるような状況を作ってあげるともっといいかもしれません。以上が僕がベトナムの子育てについて思うところです。そしたら今日は終わり。僕はこれ飲んで、またね。バイバイ。